対決を前に弾みをつけておきたい広島。北別府にとっても進化が問われる先発マウンドです。阪神は急性胃腸炎で欠場のオマリーに代わって真由美が3年ぶりのスタメン4番。しかし北別府から先制点を奪ったのは下位打線でした。2回ワンアウト2塁1塁で8番米崎は外角球をライト前へ。関川が先制のホームを踏みました。一方、昨日のゲームの4回以降急に得点できなくなった広島打線、今日も4回ノーアウト2塁1塁から小早川武彦が山崎の落ちるボールに最悪のダブルプレー。全く打線がつながりません。北別府は3回以降立ち直りますが、6回野村のエラーからノーアウト2塁1塁となったところで降板。変わった鈴木哲は続く真由美を抑えたものの、石峰にライトフェンス直撃のタイムリースリーベース。この後さらにスクイーズを決められ中盤の3点、広島に重くのしかかります。7回にも1点を追加された広島はようやくその裏、先頭の小早川がバックスクリーン右隅へ飛び込む1ヶ月ぶりの6号ソロ。チームにとっても19イニングぶりの得点となりましたが、体勢に影響はありません。阪神は8回新庄のツーランホームランで完全にダメ押し。先発山崎も最後まで変化球が狙ったところへ決まり1失点完投で7勝目。広島にとっては巨人の敗戦がせめてもの救いでした。完敗、全くの完敗。いいところがないままの連敗を三村監督はサバサバした口調で認めていましたが、巨人も負けたんですが、これで少しは楽しみがありますねと金曜からの直接対決に向け気を取り直した様子です。阪神は1回ランナーを1人置いてバッターオマリー。中日先発佐藤から打った瞬間入ると思ったよというツーランホームラン。阪神が昨日に引き続きオマリーのホームランで先制します。そして阪神は4回にも先頭のオマリーのツーベースで追加点のチャンスに、バッターは石峰、バッターは関川、バッターは新庄、なんとみんな三振。佐藤ここは踏ん張ります。佐藤の力投に応え今日も勝って優勝争いにも加わりたい中日は5回、阪神先発猪俣を攻めフルベースとしますが、清水はライトフライ。中日チャンスを生かせません。7回にも中日はノーアウト2塁1塁で3番手古溝からジェームズが三遊間突破。しかし南宗のなめんじゃねえよと言わんばかりの好返球でセカンドランナーはタッチアウト。この後もチャンスを広げた中日ですが、立浪はダブルプレー。阪神がこのまま逃げ切り、 A クラスをかけた直接対決は1勝1敗に終わりました。タイガースとベイスターズの対戦です。甲子園球場です。優勝です。奇跡の V。ファンの願いはもちろん優勝。その夢を乗せて阪神は2回、2塁に新庄を置いて久慈が鮮やかにレフトへ弾き返します。新庄懸命な走塁で阪神先制かと思われましたが、判定はアウト。この微妙なジャッジで惜しいチャンスを逃します。一方横浜もあと1本が出ず、5回ワンアウト1塁2塁のチャンスにも阪神先発湯船の踏ん張りで連続三振。5回を終わって両チーム得点がありません。その均衡を破ったのは横浜でした。6回先頭の春が力強いスイングでバックスクリーン左へ2号先制パンチ。その後さらに2点を奪い3対0とします。追いかける阪神は7回、新庄がランナーを1人置いて横浜2番手佐々木を捉え豪快に16号ツーラン、3対2。試合は一気に白熱したムードに変わります。なおも2アウト1塁で今度は代打檜山、優勝へのわずかな望みをかけてライトへ逆転ツーラン。球場のムードは最高潮に達します。こうなれば最後は古溝が登場。横浜打線を完全に封じ込み、単独トップの23個目のセーブポイントを挙げ、タイガースひょっとしたらひょっとするで。タイガース7回の2本のホームランで逆転勝ち。古溝は低めに速球を集めて16セーブ目を挙げました。ではセリ